アスリートの仕事の大部分は準備することだ。何年も先の目標を見つめながら今できることに向き合う。どんなに努力しても結果が約束されるわけじゃない。全てを捧げてもその舞台に立てるとは限らない。それでも彼らは準備をやめない。一つ一つの失敗をかみしめながら、時に歯を食いしばりながら。先のことなんて誰にもわからない。けれど積み重ねたものは決して消えない。報われない準備なんてない。